2020年度セカンドシーズン青学相模オープンストリートマップ制作、実況は私物理数理の貞本、解説は機械創造の佐伯さんでお送りいたします。佐伯さん、はい。そもそもオープンストリートマップとはどのようなものなんでしょうか？オープンストリートマップとは、自由に利用でき、なおかつ編集機能のある世界地図を作る共同作業プロジェクトです。簡単に言えば、航空写真をもとに建物や施設などの企画を入力できる地図です。最近では、ポケモン GO の地図にも利用されましたね。なるほど。まるでウィキペディアのような説明ですね。おすすめですから。さあ、作業の方が始まっておりますが、RTDA ではないので慎重に行きたいところ。佐伯さん、今はどのような作業を行っているのでしょうか？そうですね、今はマッピングを開始できるページに向かっているところです。ここのマッピング開始ボタンを押し、自分のマッピングしたい場所を選択します。今日はここにしてみます。そしてマッピング開始ボタンを押し、さらにエディターを起動、そしてマッピング作業を開始していきます。今回は住宅地をマッピングしていきます。赤くなっているところは他の人が以前に作成したところなので、まだ赤い四角で囲まれていないところを探し、ここですね、ありました。建物の四つ角に点を打ち、住宅地を囲むということですね。はい、そうですね。そして直行化作業をしていきます。このエリアが何であるかを示すため、種類を変更します。今日は住宅なので、ここを押します。さあ、ラストスパートです。保存。そしてアップロード。ローディング時間がもどかしい。これでコンプリートリーマッピングです。非常にスムーズな作業でしたね。以上、2020年度セカンドシーズン青学相模オープンストリートマップ制作でした。さよなら。さよなら。